ベイツ伊之助、今日はなんかあの藤の花のおばあちゃんの介護だって、怪我しちゃったんだって。だから今日介護しに行こう。大丈夫なのか。なんか怪我しちゃったらしいからお手伝いしてあげようね。いや、お手伝いとかじゃなくて、なんで俺こんなに体小っちゃくなってんの。うるさい、うるさい、うるさくない。よし、行こう。このタクシー乗ってね。脚立マシン。その声でちょっとつもしはずるいな。どんなおばあちゃんなのかな。いや、富士のおばあちゃんなんだろう。あ、そっか。皆さんこんにちは。とこれ富士でけえ。これ富士の花のおばあちゃんだから。We just finished it and then that. わしは怪我をしてるから、なんちゃらかんちゃらじゃ。ゼルダの音楽じゃん。本当だ。なんだこれ。何？それ何？俺もし。伊之助善逸。はいはいはい、はい、はい、チーズ。いや。うん。かわいい。かわいいな。にゃー。猫丸という名前にしよう。 Thanks free wheel to the ちゃんちゃらかんたらほんたらそんたらサムスイングって言ってる。あ、パンだ、パン。これ絶対重要なやつだぞ。パン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 パパン。炭治郎。はい、なに。俺はどこにいるか探してみな。あ、確かにいないな。俺見つけたわ。どこだ。俺見つけた。おばあちゃんのスカートの中に入ってるでしょ。バレたか。鼻が突き出てたよ。みんなでパーティーしようって言ってるけど、そんな感じ？パーティーいいんだけど、なんでちっちゃいの体、そこに言及しないの、なんで怖いんだけど。声戻ったね、善逸。こいつ富岡さんじゃん。あ、本当だ、萩岡さんだ。萩岡？萩岡牛。萩岡。ハッピーバースデー。あ、すごいすごい、いっぱい。食わない方がいいぞ。これ絶対なんかあるやつだろ。うめえ、うめえ。あんまり気分が良くない。え、おやおや、大丈夫？あ、何かアレルギーがあるのかい。ピーナッツアレルギーだよ。チョコチップと混同したんだよね。緊急時に備えて何か持ってきたの？はい、バッグの中に。早くバッグの中を探そう。なんか普通にいいおばあちゃんだな。バッグ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 を探せ。お、これか、これだ、これだ。どこどこどこ、善逸。 あ、見つけた。私のバッグを探してくれて本当にありがとう。問題ない。おばあちゃん、おばあちゃん出てっちゃった。何？なんか明らかに家にはあってはいけない金庫があるんだけど、大丈夫かなこの家。俺これルパン三世でしか見たことないよ、この金庫。なんだろうな、なんかあんだろうな。今何タイム？いい仕事した、ありがとうって。片付けだってよ。あ、片付けか。私たちおばあちゃんを見て待ってる間にテレビを見とこう。あ、おばあちゃん出かけちゃったんだね。あ、テレビテレビ、イエーイ。一番特等席、鬼滅の刃見ようぜ。いいね。うわ、ねずこだ。ねずこちゃん、違うだろう、どう考えても。猫とかの、え、なんて言った。おう、ルーク、スポーキー。だいぶ遅くなってきたけど寝るって言って。うん、寝よう。もうまだオープニングしか見てねえのにな。あれは何のアニメだったんだろうな、あれ。おばあちゃんが帰ってくるのを待つって。もうすぐおばあちゃん帰ってくると思うから大丈夫だよって言って。ああ、なるほど。ゴー、アップ、上行けって。待て待て。あ、ジェリーの部屋すごく可愛いって。え、どこがいいかな。みんなで並んで寝よ。早いもん勝ち。ふっ、炭治郎これ見て。なに？あ、かわいい。ひのすけはギター？ブン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 。あ、どうためにするソファーとゲーム。ほんとだ、あ、座れないでも。なんか変な声が聞こえたけど警報あるし大丈夫だよっぽいこと言ってる。え、変な声が聞こえたみたいなこと言ってる。嘘でしょ。あ、おやすみなさい。ふっ、それがまたある。どうなってる、大丈夫ですか。おばあちゃんが戻ってくるだけだよね。あいつは富士のばあばじゃねえぞ。富士のおばあちゃんじゃないんだ。おばあちゃん助けに行かなくていい。よし、行こう。オッケー、行こう。ふっ、これ持って帰っていいか、炭治郎。いいよ、別に。可愛がってあげて。階段を見て彼女が降りてくる。おばあちゃんだ。うわー、なに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 。え、なんか攻撃してきそうじゃない。やっぱ無遊病なんだこのおばあちゃん。え、逃げろってよ。よし、来てるぞ善逸。ジェリー、無遊病おばあちゃんが来てる。どうしたらいいの。逃げろ。隠れてよ、隠れてよ。
え、どないせい言うの？あっち行った、あっち行った。よし、いいぞ。今のうちに、これ聞かないかな。起きろ、目を覚ませ。一体何が起きたの？彼女はそんなことをしない。あくびしたな。あくびしながら言うなよ。フォローしてください。ついてきてみたいなこと。そうかな。どこに行くの？お、入った入った。だからこれを言うのとする場合に備えて、私たちはお彼女のと飲めねえよ。なんか木の板を見つけに行こうって言ってる。木の板？あ、あれかな。おばあちゃんが出れなくするんじゃないの、夜の間だけでも。あるあるあるよ。これで塞ぐんじゃないの。そうだよ、ほら、塞いだ塞いだ。なるほど。みんなここを塞いでくれ、上を。任せろ。みんなで力を合わせて。伊之助はどこにいるの？今な、上で戦ってる。またお前おばあちゃんのスカートの中に入ってんのか。あ、やべえ。戦ってるって何？行くぞ。危ねえな。まだバレてないか。よし、やるぞ。何を？多分玄関から出ていくだけ。そんなこと考えなかった。なんでできないのみたいな感じ。毎晩ハウスアラームをつけている。じゃあどうしたらいい？ブラックボックスは What if you can? 鍵を見つけなきゃいけない。探すぞ、伊之助善逸。じゃあまずは鍵を見つけることが大事ってわけだ。またおばあちゃんは暴れてない。何の音だ。おばあちゃんがまた目覚めた。いやだ、どうする、どうする。出れない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 。 Don't worry guys、 心配しないでって。気をつけて、ジェリー。押さえてくれてるのかな、ジェリー。いや、なんか開けようとしてるとか言ってたぞ。え、大丈夫かよ。あ、やんこじゃない。またドア開けるとか言ってる。開けない。絶対開けちゃダメだ。でもジェリーが大丈夫かどうか心配だ。行こう。エンター。行くぞ、入れ。おら、え、いない。やっぱりあいつ鬼だな。鬼か、藤の花のおばあちゃんに化けた鬼だったのか。あ、鍵だ、鍵があるぞ。あ、ほんとだ、この鍵だ。誰だ、鍵取ったの。おい、誰、先に鍵取ったの誰。抜けた、ガチ、鍵の中に鍵。ここじゃない。ガチョン、ナイス。もうここから出よう。出たいよ、本当に。うわ、クモの巣だ。クモは嫌なんだよ。うわ、ジェリー、萩岡さん大丈夫？グランマー、イズヤリーリーブ。おばあちゃん、これ無用病じゃないってこと？今度は緑の鍵だな。これが出口の鍵じゃねえか。それで出れるのかな。何してんだお前、ずっと震えてるじゃん。はい、来い。やだやだ、だって怖いだろう。いい加減しなさい、そんなに背が低くなっちゃって。なんでこんなにちっちゃくなってんの。ステイとゴーが選べるってことね。ガタガタするなよ。何すればいいのこれ。結局おびき脱出するためのキーを見つけろって。あ、あった。え、早っ、ナイス。早く出よう、早く出よう。うわー、完全に怖いじゃん。この家やばいだろ。これ血鬼術だよな、完全に。そうだな、これ血鬼術だな。幻覚、幻覚見せられるやつ、もしかして。おばあちゃんが幻覚を見せているみたいだ。行くしかないね。お前はこれより上手だと思った。これを乗り越えられるかな。直訳がちょっと面白いんだよな。行こう。45秒しかない。大丈夫、2人とも。あ、ロビーに来てしまった。善逸は死んだ。よし、待って、全員死んだ、もしかして。伊之助は死んだ。むずいなお前これ。俺しかいないぞ。頑張れ。 I don't know but I maybe you guys shut this down。 僕たちは一緒に生きる、戦う。逃げるな、ひよもの。そうだ、 Get to the other side of the maze。 あ、渡れって、 OK。 余裕じゃん、こんなの。お前にかかってるぞ、炭治郎。任せろ、俺は匂いでわかるからな。きっとこっち。大丈夫なのか、本当にそっちで。いや、絶対大丈夫、これはもう一本道だろ。お前はぐるぐる回ってるんじゃないのか。来てないよね、このカーブ。ああ、おい、行き止まりじゃねえか。いや、なんとかなる。いや、そっちじゃねえ、それ戻ってるぞ。こっちか、あ、こっちか、この太い道か。よし、あ、おい、来たんじゃねえか。出た。うわあ、おばあちゃん。ははははは、 You may have a good time something that is I'm a funny it's okay you will。 意味わかった、これ。わかんない。
Should we go back to get him? 彼のところに戻る。戻るな、逃げろ。いや、ダメだ、逃げるな、ひよものだろ。ヘイタクシー、これでクリアを選ぶか戻るかってことか。え、乗っちゃった俺。逃げるな、ひよもの。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。